なんか H&M で700円で買った。かわいいリボンがついてる。こんばんは。なんかね、あ、前髪かありがとう。そう、なんかあの前切ったから。メール届きましたか？まだ届いてないかな。あ、届いてるわ。滑舌が今日ね、歯に装置つけたから、いらんねん、ここに。下の歯にも装置がついてます。今日は明日今度上の歯につける。はじめました。いや、今日はちょっとなんかさ、作業とラ行となんとか行が喋りにくいみたいな感じで言われました。始めた、そう、始めました。やっと結構前から計画してたんですけど、あのマウスピースじゃないから始まるのが結構時間かかっちゃって、でも始めました。まだ下しかつけてないからめっちゃ気になるわけじゃない。やめて、ボコボコする。なんかそれ裏側につけるやつつけてます。今裏側矯正つけてる。そう、なんかめっちゃベロに当たって、だから今日おでん食べたんですけど、なんか全然美味しくなかった。なんか何食べても美味しくなかったです。もう美味しくないです。なんか一緒に異物を飲み込んじゃったって感じ。舌に当たる、めっちゃ舌に当たる。そうなの、舌に当たるんよね。裏側のやつめっちゃ時間かね。だからで矯正でもなんか早くて2年って言われたの。だから終わるまで、矯正終わるまで STU やめられないってことだから。今日の前髪のりみたい。2年って長いんかな、分かんない。みんな普通どれくらいで終わるんか分かんないんだけど、でも2年長いん、2年って長いんですか。なんか矯正してみんな2年ぐらいかかってるイメージあるんだけど、装置つけてある人マウスピースはそんなかからんイメージあるけど。どうなんでしょうかね。なんかママにさ、スマホで見せた時はめっちゃ見えたのに、は、見えないですね。口の中見せたら下品か。かかにさてついてます。ね、2年って割とみんな2年ぐらいかかるイメージありますけど。でも清水さんと一緒に成人式やりたいねって話したんで。そう、裏側のやつ。広島で見せてね。だって見たくないでしょ。人の口の中なんか、人の口の中なんかさ見たくないよ。
くまりパパさん、神ありがとう。みさみさ、手裏剣ありがとう。とうもろこしさん、手裏剣ありがとう。あ、くまりパパさん、ピーナッツ、落花生ありがとう。みさみさ、神ありがとう。えらべさん、お庭外ありがとう。福内もありがとう。くまりパパさん、福内ありがとう。あみちゃん、手裏剣ありがとう。今の歯は、まあ、下は別にそんなに歯が悪くないんですよ。で、上が悪いんですよ。じゃ上みんなわかると思うんだけど、家の歯。クククククがね。クカの歯が。で笑ったらわかる。クカです、ここ。クカがやばいかな。金子さんとかで撮ってもらった時とかめっちゃわかるんだけど、ちょっと下から撮られるとめっちゃボコってなるんですよ。自分はこれが直したくって矯正始めて、でもそしたら親知らず抜かないとできないって言われて、だからまず親知らずを抜きました。高校1年生の 1?2 ぐらいの時に抜いてしたの。でもあと1ヶ月後に上のハムを抜歯しないといけなくて、明日上の装置をつけるんですけど、まだワイヤーが入ってないんですよ。だからワイヤーが入るのは1ヶ月後だから、ワイヤーが入るまでに抜歯してこないといけないって感じです。いそんな感じだって。結構歯並びめっちゃ悪いんで、なんかまあ笑った顔可愛くなるかな。猫さん、中袖口アップ、やばいそれ本当に。口アップなんかできる。大ちゃんさ、ブログ見てありがとう。そう、今日ブログ当番って言い方変か。今日ブログはリエの番でした。見てください皆さん。今日みんなとスーパー巡りしてきました。スーパーに行ってきた。親知らずは下だけ抜きました。上は抜いてないんだよね。歯抜くの痛いよね。そう、親知らずの時めっちゃ痛かったから嫌なんですよね。てか今日めっちゃね、うちのワンコの可愛い動画が送られてきて、本当に可愛くってもうやばいの。めちゃくちゃ可愛い動画が送られてきました。とかさん、矯正大変だけどあなたは歯並び大事だもん。確かにそうだよね。そうですよね。ちょっとここはね、ククがやばい。ちょっと前でもここの歯が前に出てるんじゃなくって、ここの歯がひっかんでるらしい。家はワンコの動画見ますか。ちょっと見ていいかな。ちょっと一旦確認。あ、でもちょっと藤井家映りすぎてる気がするけど。じゃあ、ワンコの体勢だけ、これこれやばくないですか、うちのワンコ。人間みたいな。すっごい体勢、シーズーの子です。この子もシーズーなんですけど、すっごい体勢。これあのコームです。毛をブラシのコームなんですけど、ブラシかけてもらってて、でも手がこんなになっちゃって、こうやってすごいよね。これソファーです。ちなみにソファーにあの酔っかかってるんです、この子。ソファーに酔っかかってブラッシングされてるの今。
やばくない？めっちゃ可愛いんですけど。この子は男の子なんですよ。男の子です。男の子なんだけど、もう激かわ、可愛い、めちゃくちゃ可愛いです。うちのワンコはシーズの子です。かわいいでしょめっちゃかわいいよね。くつろぎすぎ、本当にね、あのめちゃくつろいでますマッチさん、手裏剣たくさんありがとう。イエイエイ、ありがとう。なんか小指短いから小指出てきちゃうんですよね、よく。ありがとうマリーさんも手裏剣たくさんありがとうイエイ、フランさんファイトありがとう。ダイちゃんさんもファイトありがとう。ケイナカムさん落花生ありがとう。マシンガンさんも落花生ありがとう。落花生か、落花生。ナビちゃん手裏剣ありがとう。いたずらっ子な男の子っぽそう。でもなんかめっちゃ元気って感じだけど、でもなんかもう一匹あの女の子の方がいるんですけど、その子がアメちゃんって言うんですけど、アメちゃんの方がめっちゃいたずらっ子、なんか買い物袋とかめっちゃ漁るし、カーテンとか引きちぎっちゃうし、なんかトイレットペーパーとかもなんかその辺にもうバワワワってやっちゃうような子なんで、実はアメちゃんの方が結構あのいたずらっ子ですねアメちゃんの方が悪いやつです、本当にめっちゃね、ゼロにあのなんだっけ器具が当たって痛い。でもワイヤー入ってないだけまだマシだと思うけど。月9の主演の名前じゃん、アメちゃん。そうなんですか、知らなかった。全然最近ドラマ見ないんですよね。今日はアニメを見てました。何のアニメ見たんだっけ。早々のフリーレン見てます。今知ってるかな、知らないかそう、おてんばガールなの結構。口内炎できやすいって言うよね、教室してる間気をつけないと。あのなんか細い歯磨き買えばよかった。ゆいな、リーチこんばんは。そろそろなんだろう、リーチなんでリーチ星になっちゃうんだろうキャットカットか TikTok 作ろうと思ってますが、作ってもいいですか。でもちろん、ありがとう。 TikTok 嬉しい、ありがとう。ゆいにゃん、ゆいにゃん、ゆいにゃんスーさん今日の髪型かわいいって、ありがとう。普通に下ろしてるだけなんだけどスクモかけたからしっきりしっきりすっきりすっきりしたよねロンタンさん、神ありがとう。あ、山下元気さん、バラタクさんありがとう。ビンゴの神さん、次の注射のポーズ決まった、これやるんですか キャンパーさん、マイキューさんが、そうなんですか、知らなかった。先輩ってどなたが教師やしてたんですか。もう本当にあの自分のモチベになる、モチベっていうかなんか頑張れる理由になる気がする。それはどの先輩が教師やってたのかは全然わからないんですけど、あのどなたがやってたでしょうか、先輩方は教師。髪トゥルントゥルン、髪の毛ね、宿毛かけたら結構いい感じになりました。でもマイクさんにもかけた方がいいよって言われました。マイキューさんまだマウスピース、マウスピース、あ、そうなんですか。そうなん、全然気づかなかった。
全然綺麗じゃないですか。だってもうみみりんさんも滝野さん福田あかりさん沖さん、え、沖さんもやってるんですか。そうなの。なんで皆さん歯並びめっちゃ綺麗じゃないですか。先輩方ゆみりんさん裏側で、やっぱ裏側よね。やるとしたら裏側になるよね。ビンゴの中身さん、リンコ、あ、リンコさんもしてたんですか。全然知らなかった。だってもうみんなめっちゃ綺麗じゃないですか、歯並び。え、やっぱさ、矯正したらさ、輪郭変わるんかね。なんか変わるって言いますよね。矯正したら輪郭変わるって言いますよね。ね、なんかベロが痛い、当たりすぎてずっと当たってるんですよここに。明日上もつくからさ、どんな感じになるのか楽しみじゃないけど、ちょっと嫌かも。ここ上もやります。明日上も矯正装置つくんですけど、痛くはないけど違和感がやばい。ご飯食べてもなんか変な感じ、なんか鉄なんか異物食べてるって感じする。でも歯磨きが大変そう、めっちゃ。ちょっと新しい歯ブラシ買おうかな。絶対ちっちゃい歯ブラシ、歯磨き買うべきだったよね。鉄分取れそうですか？鉄分取れるかな。鉄分リエも取りたいな。今日はそうだから矯正ともう一つ新しいこと始めたんですけど、まあでもなんかそれじゃあまあ秘密で、あの矯正ともう一つは秘密にしておきます。でももうちょっとあと3ヶ月ぐらい経ったら言いますね、何を始めたのか。分かんない、そんなこと言ってすぐ話すかもだけど、まだ秘密にしておきます。さん強制はこの内容のポストしたら嫌よ、そんな。そんなポストもう誰も見たくない。ねえ、慣れない、まだ慣れないです。変な感じ、変なものを食べて、変なものがずっとついてるって感じ。でも食べないとお腹は空きますけど、でも食べてもなんか気持ち悪いですね。違和感やばい。なんかだって普通にだって口閉じてても、もうベロが絶対に何してもベロが装置に当たるんですよ、ここの。だからカチカチ痛い、なんか刺さってる気分、ベロが装置。変な感じします。イエイ。イエイとか全然イエイじゃないけどね。楽しみに、まあ何年後って感じだけど、もう何年後、数年後の話だけどね。花の指が綺麗になるのはそれまで待っててください。でもじゃあどんじゃった。だんだん綺麗になってくってことで、
でも理由的にはここが治ればいいと思ってたんだけど、ここを治すために大変だったね、意外と。いや顔四角めっちゃ顔四角になっちゃった。歌いにくいんかな、意外と。まだ何も歌った、まだ装置つけたから歌ってないけど、じゃあ明日が楽しみ。明日はどんな感じなんだろう。でワイヤー入ってないからそんな普通なんかな、上下入れてみてどんな感じなんか気になるね。姫カットっぽい、確かにここの毛がね、小顔効果。そう、でも矯正始めたら輪郭変わるって言うけど、なんかそんな変わらん気もするけど、リエどうなんでしょうかね、どうなんだろう。今日みんなとスーパー行ってきて、そう、 業務スーパーみたいなとこ行ってきました。普通のスーパーじゃなくて業務スーパーみたいなとこ行ってきた。今日矯正記念日、確かに今日は矯正記念日です。皆さんパチパチ祝ってください。私みさん綺麗になってくれ、リエちゃん見るのが楽しみになって、わっありがとう本当にね。でもリエも結構ずっとね気になったから、歯並びだから、そしたら嬉しいです、楽しみ。私もちくわぶなかったと思う、ちくわぶ多分ないですね。ちくわぶあんまり見かけない。そう、業務スーパー行ったけどちくわぶは売ってなかった、あんま見かけんものね、やっぱり。ちなみに広島来てからまで一回もちくわぶは見かけてないです。2年後のディエッチを楽しみに待ってる。今のディエッチも、 今のディエッチも大切にしてください。その人さん、これから矯正矯正と矯正矯正と矯正の日々すごい矯正、え、すごい、よくそんなにありましたね、同音異義語。すごい懐かしい、なんか同音異義語とかやっとくない、学校の勉強で。おもろいですね、口内炎できそうな気持ち。なんか口内炎なんでできるんだろうって思ったけど、今分かった、口内炎できるような感じの気持ち。なんかてかベロに穴開きそう、普通に。確かに毎日配信しなくても毎日矯正はしてるので毎日配信できなくても夜ご飯まだ食べてないんですよ、何食べようかなって考え中。何がいいかね、食べやすい食べ物ってなんだろう、何が食べやすいんだろう、あんまり下ピッ穴開いちゃった、確かに。何が食べやすいんですかね、何にしようかな。あ、でもうどんね、うどんいいって言ってたわ、確かに。病院の先生も、病院の先生、歯医者さんの人もうどんがいいって言ってた気がする。
あ、でもなんかご飯作るの大変そうだからママに来てもらおうかな。そう、今未成年なんですけど、未成年？でも高校生だからあれなんだけど、なんか意外とあの親の許可がないとできないことが多くって、2年間ずっとうどんはやばいね。あ、確かにお豆腐とかいいかもね。お豆腐、ヨーグルト、あ、ヨーグルト確かに、ヨーグルトめっちゃいい。ヨーグルト、お豆腐、確かに、なんかすごい固形のもの食べれないか。ウイダーだって、ウイダーってあれですか、ウイダーゼリーのやつかな、あれなんか体調悪い時とかに食べてるやつ。ミミさん、集計たくさんありがとう。高田清水さん、集計ありがとう。石川真心さん、集計ありがとうございます。ありがとうございます。高谷さん、新規ありがとう。マッチさん、クマちゃんのペンライトたくさんありがとう。クマのピンクのペンライトたくさんありがとうございます。クマ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 ありがとう。クマちゃん、ありがとうございます。しけましんさん、ブーキありがとう。ようこさん、ラクセありがとうございます。落花生は何？落花生ってどっから出てきたん？いつの間にか落花生が登場してた。これからはおでん、豆腐を見た。あ、でもおでんも食べましたよ。今日お昼に、お昼強制帰ってきてからすぐおでん食べたんだけど、何食べたっけ？でもなんかこんにゃくを買ったんですよ。したらもうこんにゃくがめっちゃ美味しくなかったの。本当に普通のいつものこんにゃくの味と一緒なんですけど、でもあのこの装置がついてるせいで、なんかこんにゃくが柔らかいから余計に美味しくなくって、もうびっくりした。本当にもうめっちゃまずくって残しちゃった。もう一回残して、でもう一つの新しいことを終えてから食べました。すっごいびっくりした。めっちゃ美味しくなかった。大根も美味しくなかったです。卵は食べれたけど、まあ、何食べても今美味しくありません。そう、今日食べた大根は普通になんか苦かった。ちょっとしかも早くから早く寝ないと。埼玉県産じゃないか。え、埼玉県産じゃお取り寄せしないとダメかな。埼玉からお取り寄せしないとダメですかね。お取り寄せしたらいい感じ。君は何かを言いかけて、あ、 X 投稿しようと思ってたんだ。え、ってか埼玉でさ、埼玉でなんだっけ、埼玉で生産してるんですかね、大根って。さすがにしてるかな。滑舌があれだけど。あ、今からX 投稿します。今から X 投稿するやん。じゃあ皆さん1いいねするために待機してください。 X 待機。
すごい早っ。すごいナピちゃんめっちゃリポスト早かった、びっくり。みんな1いいねだ。レッツゴーレッツゴー。でもこれは結構違う、自信あるんですよ、リエ似てる自信がある。だってこのさ、あのクリスマスライブの DMM のスクショなんですけど、これマジで、あので投稿する前になんか3期のお話し会のね時間が、ちょっと待機時間が必要だったとこに何人か聞いたんですけど、でも本当に似てるって言われたの。なんか誰に見せたっけ、ヒータンとリアチューとユーナンとユイタンに見せたんだけど、もうみんなこれはマネージャーうちで似てるって言ってくれました。確かに冷やし中華始めましたみたいなテロップですね。強制始めました、冷やし中華始めました、誰かが描いた。そう、なんかイラスト、イラストってか画像をそのまま使うのがダメらしくて、だからそうイラストを使ったんだけど、これはイモチが描いてくれました。イモチが描いたイラストです。デイジじゃないんかい。だってデイジだって描けないもん、そんな上手な絵。じゃあイモチに頼んだら、イモチが描いてくれたのでイモチに頼みました。イモチが描きました。うまいよね、めっちゃ絵上手なんですよ、本当に絵が超上手なの、イモチは。ちょっとなんか電波悪くなってきた気がするので Wi-Fi 切ろうかな。ちょっと待ってて、せっかくリーチに書いたんだから、そのままリーチに届けてください。確かに美術系いけるよね、絶対。だって絵上手だもん。ありと何でもできるです、今ちは。何でもできますね、結構。お勉強ももちろん、このなんか英才教育、わかんない、勝手に理恵が持ってるだけだけど、そこだって小学生から、小学生いつから塾入ってた？だってでもちっちゃい頃から理恵と一緒に公文通ってたよね。あれ通ってた、一緒に公文通ってたよね、理恵と一緒に。まあ、誰もいないって誰もわからんけどさ、やはり一緒に公文通ってた気がするんですけど。でも、リエがクモン通ったのって小学生の時だから、あれ？通ってなかったっけ？そうですね。クモン通ってました。そう、でもクモン行ってました。だから暗算はね、早いはずなんだけどね。なんか暗算の問題出してください、ゲーム。そう、クモンやってたんで暗算できます。あのコクス A やってました、 E ペンシルで英語やってました。コクス A やってて、何が一番進んでたかな、英語かな、英語じゃないか、国語が一番進んでた気がします。クモンはね、ちゃんと数学でもねやってました。クモン行くま。最近クモンの CM 見ないな、なんでだろう、テレビ見てないかな、映画。クモンの CM あんまり見なくなった気がする。
なんでだろう。なんで 6×9 なんて簡単すぎる。もうそれは簡単すぎます。じゃあもうちょっと難しい問題出してください。さすがにもうちょっと難しい問題出してください。石山真さん、ピーナッツありがとう。落花生ありがとう。ね、しみさんさん、ね、どういうこと？え、なんかびっくりしたんだけど、なんか衝撃だったね、本当に。びっくり、本当に。54+77は131。合ってると思います、これは。うん、89、うん、131です。これは簡単ですね。まだまだ、この辺は簡単です。うん、12×14×4、 うん、ちょっと分かんないかな。12×14×4 か。 12×14 するのが大変じゃない？ 4×2×8×4、うーん、ちょっとわかんないかな。128、うーん、わかんない。 D の計算絶対おかしいよ。532になっちゃいました。532になっちゃった。512とかなっちゃった。絶対違うじゃん。確かにコッシーとナナちゃんだ。本当だ、懐かしい。みんなのその名前懐かしいよね。演習率は 3.14 です。さすがにわかります。でも算数できないんですよね、めっちゃ。なんか数学は補習に呼ばれてた。小学校の時から補習に呼ばれてました。しかも算数。小学校の時に算数の補習を呼ばれて、それがめっちゃ嫌で、塾に入れてほしいって言いました、ママに。クメルフォーさん、1です。これは8割る8ですね。割り算やったの久しぶりすぎて割り算のやり方覚えてないかも。2+2で4、 4×2 で8、 8割る8は1。そう、なんか夏休みに小学校に補習があったんですよね、夏休みだけ。それに呼ばれてた。やばいよね、これはもう相当やばい人じゃないと呼ばれないやつです。ついに私は呼ばれちゃってた。結構激ヤバ。算数わかんないんですよね。そうで、中学生になって星呼ばれなくなったんですけど、高校生になってまた呼ばれちゃいました。0点、え、
あの模試ですよ、模試、模試で取りました0.1回。悲しい。数学の模試で1回0点取っちゃった。悲しい。でも良さそうに見えるのに。本当ですか。でもいやそんなバカじゃないと思いますよ本当に。なで数学0点取っちゃったんだよねって言ったら、えリエチめっちゃバカなんじゃんって多分思っちゃう人もね中にはいるかもしれないけど、あこれ見せたら他の人の名前がバレちゃうか。じゃあ他の人の名前ぼかさんといけんじゃん。そうリーチ頭悪いって思われちゃうよね、そんなことばっかり言ってたら。どうしたらいいんだろうこれ今めっちゃモザイクめっちゃかけてる。なんかあこれ何か分かんないか。これだけ見せる。とりあえずは英語が得意なんですよね。喋れないんですけど全然喋れないんですけど、ちょっとみんなに見せたい。いつか X にあげるかも。でもこれ見えますか、ディエッチのここランキングに載ったんですよね、学校のやつ。イエーイ過去にこれ学校のテストなんですけどここに載っちゃってるんですよね。ディエッチ17位、17位、100点中これ模試ですね、73点、模試です。やったー嬉しい。これめっちゃ張り出された時めっちゃ嬉しかったです。これなんだ、なんとかサポートって書いてある。何の虫なんだろう、何の虫だか忘れちゃったんですけど、こうやってランキングに載っちゃいました。イエーイ。でも数学なんかもうかすりもしないですね多分。これ数学0点取ってますからねこの時で英語がこんなにいい点数取ってても、英語をいい点数取ってたとしても数学が0点だからもう意味ない記念に撮ったことは、え撮ってきました、めっちゃ写真撮影しました一緒に、嬉しかったから写真撮影しました、イエーイでも数学がおバカちゃんなんですよね本当に。数学が何もわかんないですやった、褒めてくれた、嬉しい、ありがとうありがとうございます。恥ずかしい、数学0点なのにこんな恥ずかしいわ。どうせおバカなんですけどね。のりちゃんさんペンライトありがとう。今日目カピカピする、朝からコンタクト入れてたから。確かに非通分系なら数学関係ない。いや本当にね
だってリエもそういう受験する予定でしたから。ヤトイさんすごいじゃんだって思ってなさそう、感情のこもってなさそうな、すごいじゃんですね。でもなんかこれ学校のみんなにリエの名前が載ってたことをすっごいびっくりされました。なんかみんなあのやっぱさ数学できないイメージの方が強すぎて、で別に帰国子女なんか英語喋れる子が多かったんですけど、ペラペラってわけでもなかったから、だからびっくりされました。え、なんでリエの名前があるみたいな感じでみんなびっくりしてましたこの時。確かにそう、そういう感じでした。そうそうそう。あ、リエの友達が今なんかリエのショールーム見てるっぽくって、あの怒ってますね、なんかあのリエに怒ってますね。そう、藤井インジャーみたいなね。そう、リエの友達よくショールーム見てるんですよね。だからまだ受験終わってないのに、なんか受験終わってないのにめっちゃリエのショールーム見てるんですよ。だから心配です本当に。でも結構周りにあの試験終わった子が増えてきたから嬉しい。リエちゃんの友達さん受験頑張ってやって、あ、応援してあげてください、皆さん、みんな応援してあげてください。3分前に LINE 来てたんで。気分転換ですか本当に。あの気分転換って言えないぐらい毎日のようにゲームの配信見てるし、本当に気分転換なんかな。受験頑張れそうだね。あ、みんな優しい、本当にありがとうね、リエの友達ちゃん応援してあげてください。あ、今からが勝負、なるほど、そうなんですね、今からが勝負なんですね。じゃあ伝えておきます、多分見てると思うけど。みんな見てると思うけど。受験頑張れだね、本当にね。いや本当頑張ってほしいですね。無事ね合格して、あの一緒に遊びに行きたいと思います。一浪しました。でも一浪ぐらい全然良くないですか。全然で二浪三浪ぐらいまでは全然いいと思ってる。もうさっきかな、ベロが当たって痛い。絶対先っちょが赤くなってる気がする。ベロってもともと赤いから分からんか。痛い。そう、痛いんですよ。 TK さん、医学部なら二浪とか全然いる。確かにね、医学部行くんかな、じゃあ。全然違うと思いますけど、なんか返信来てますかね、ちょっと見てみますね。リエの配信見てるんだから、どうせ。うわ、なんかもう何も来なくなっちゃった。絶対見てるから、どうせ今も。下確かに下品だね、ごめんなさい。
キャンソーバーさん配信中に水曜日に3億円。あ、本当ですか。痛いんですよ結構、なんかあの歯に穴が開いちゃいそうって感じ、歯に、あ、舌に穴が開いちゃいそうって感じ。医学部ならさすがに配信見てません。確かに医学部行くのに配信見てたらちょっと心配になっちゃう。さすがにね。どこ受けるって言ってたっけ。でもでもあの、そう、どこ受けるって言ったの、いや、なんか学部までは分かんないですよね。けど大学は聞きました、どこ受けるか。頑張れ頑張れ、You can do it。 受験頑張り、感情こもってる、あ、感情こもってるバージョンですか、これは。感情こもってるバージョンなんですね。ね、合格祈願ね。アルパンさんファイトありがとうございます。ね、家のお友達へのファイトだから頑張ってほしいですね。いや、なんか本当は東京公演 D が、もし出れたらね、あの呼びたかったなって思ったんですよ、東京公演に。だけど出れんかったから呼べないんだけど、でもなんかね言ってた気がする、なんかディエが東京公演の話する前に先になんか言ってたよ、自分で。なんか東京公演あるんか、行きたかったな、でもディエいないからみたいなこと言ってた。なんか東京公演あるのに出ないんかいみたいな感じで言ってました。くまねパパさん、今あいこじさんが配信してるけどやっぱり雰囲気が似てるんよね。え、本当ですか、嬉しいです。でもよく言われます、よくよく言われる、うん、よく言っていただけます。なんかメイクさんとかにも言われました、あいこじさん結構最初の方に言われました。しかも入ってすぐの時とかにメイクさんに言われました、似てますか、嬉しいんですけど、似てますか。似てますかね。お友達情報通だね、確かに確かに、めっちゃね、なんかだってこれはまた他のお友達なんですけど、他のお友達はあのこの前のシチューチャンネル見てました、あの別にリエ見てねとか言ってないし、あるよって告知もしてないけど、なんか見てた。勝手に見てました。ちゃんとね、なんかいいね、あの情報収集してくれてるみたいで嬉しいです。スーさん東京公演見事に外れました。あ、そうなんだ、手ちゅるときあんたいますよになってね、行きたいね。そっかそっか、じゃあ結構倍率高めなんだね。いやでもその方が嬉しいよね。あ、こちら側としては嬉しいです。こちら側としては嬉しいですね。当時共通テスト利用マナーを知らなくてもおかしくない。あ、でも共通テスト受けてたよ、協定受けてたよ。他の人さん声見て大人たちも受験勢いをつけるつもりだったね。あ、そうなんかな、確かにそうなんかも。でもいや、でもなんかあの行きたかったって思ってくれるだけ嬉しいなって思った本当に。あ、あの返信来てましたね今。
うん、皆さん応援ありがとうございました。もう私の話は結構です、静かにしてくださいって言われました。ちょっと照れちゃってるんですかね、恥ずかしいみたいで。私の話は結構ですって言われちゃいました。お友達から返信来ちゃいました。と照れちゃってるのね、きっと。静かにしてくださいってね、静かにしてください、失礼ですね。TK さん、今の共通テストは激難しい。あ、そうなんだ。いや大変だね本当に。もうみんな偉いです本当に。勉強できるって本当に素晴らしいことだと思います。そう、なんか最近ね、なんかリエチってユーナンとかヒーちゃん結構前から言われるんだけど、ヒーちゃんと結構前から言ってたんだけど、なんかリエなんか感情こもってない、なんか棒読みに聞こえるらしくって、リエが言ってる言葉って。だから最近なんか、いや本当は感情こもってるんですよ、ちゃんと感情こもってるんですけど、でもなんか感情こもってないように聞こえるみたいで困ってるんですよね。本当は感情こもってるんだけどね、なんか棒読みに聞こえるみたい。お友達に振られたね、ちょっと静かにしてくださいって言われちゃったので、もうちょっとテヤさん、そうテヤさんなんだって。ともちりゅうちの大好きは感情こもってないって、嘘、本当に、本当感情こもってない、ひらとおじさん大好き。感情こもってないですかね。でもなんか本当になんかゆうなんに最近言われたんだけど、ひーちゃんはもうめっちゃ前から言ってた、本当にリーチって感情あんまこもってないよねみたいな感じで言われたことあって、そうで、この前めっちゃ前にひーちゃんに言われて、この前最近ゆうなんに言われたから、だからやっぱこもってないんかなと思って。ありがとうと言いながら目が笑ってない時ある。でもなんでだろうね。でも自分の笑った顔あんまり好きじゃないから、あんまり笑いたくないんですよね。にって痛いでしょ、リアル。魔人ブー笑ったら魔人ブーの顔に似ちゃうから、だからあんまり笑わないようにしてる。めっちゃ笑顔でガーって笑わないようにしてます。TK さん、僕も感情ないって言われるから、感情ないって言われる、そんなこと言う人いるの、もう悲しいよ。そんなこと言われたら結構ショックよ。でもリエ別にそう思わんかったけど全然。くまねパパさん、たまに他のこと考えながら喋ってる時ある。配信上手ですか。それ配信ではあるけど、お話し会とかじゃないと思うけどね、ないと思いますけど、配信とかだとちょっとあるかもしれない。そう、でも感情がねこもってないって思われちゃうから、だから感情をねちゃんと込めて、いやこもってるんだけどね、こもってるんだけど、こもってるように見えないらしいから、ちゃんと込めたふりしないといけない。人のせいじさん、テンションが一定だからね。ああ確かに、テンション一定ですか？確かに、でもそうかも。どうだろう。でも確かにそうかもしれない。割といつもどこに行ったのこんな感じ。今時の JK っぽいよね。どういうこと？感情が？石川先生さん、そうなのかだって。いやいや、こもってるんですよ。いやこもってるんだけど、でもこもってないように見えるんだったら、もうもっとこもってるよっていうのを前に出そうとしないといけないじゃないですか。
ちょっと見てさ、なんでよ可愛いやろだって本当にって、それはもうディエのこと好きだから可愛く見えるんですよ。ナビちゃんなんかお目が可愛い、唐突、確かにいつもと違う、なんか違うかな。しけのましんさん笑顔好きです、ありがとう本当に。もうディエもね笑顔、自分の笑顔好きになれるように頑張りたいです。さすがにお話し会はない、よかったよかった、本当にお話し会でもあったんかと思ってちょっとびっくりしちゃった。そうなんですよね。あ、じゃあなんかまだ来ていましたね。今から医学部目指すので配信見ずに勉強しますって言ってました、友達が。頑張ってください、本当に。医学部今から目指すらしいから頑張って。あ、でも何か大事なことやろうとしてた、あ、そっか、思い出しました。あ、そう、今日カラオケしようと思ってたんですよね。今日はカラオケ配信しまーす。ちょっと強制の装置つけたんで若干滑舌おかしいと思うんだけど。あー待って、今引っかいちゃった、じゃあ痛い。そこはちょっと許してくださいね。何歌おうかな、でも久しぶりに、めっちゃ緊張します、ちょっと緊張するかも、なんか歯がおかしくなったらやめます。口切っちゃいそうなの、気をつけますね、それは。あ、こっちか、間違えて電源切っちゃった今。しまうは涙、ストピーストピーストピー、強がり時計を止めて平気なふりしていても、欺けないのよ自分、ストピーストピーストピー。夕暮れ街角のバス停であなたに抱きしめて欲しかった、意地悪な粉雪降り始めて、傘とか持ってなくてこのまま悲しみに埋もれそう、わがままな粉雪空を割って心に積もるように、今一人きりになる、待ちぼうけをしたって構わないわ、そう思ったのに。弱虫虫時計を止めて、どんなに決心しても崩れてしまうわ気持ち、 Love you, love you, love you。 弱虫時計を止めて、つま
先背伸びをしても大人になれない私 Love you, love you, love you 人混み何回も振り向いてあなたが追いついてくれそうで絶え間なく粉雪前を塞ぎ歩道を歩きながらいつしか思い出に凍えそう降り止まぬ粉雪夜の空を斜めに見上げてたらもう頬が濡れてきた歩き出した時間に悔いないけどなぜ泣けるのだろあの時ごめんねとつぶやけばあなたは微笑んでくれたから意地悪な粉雪降り始めて傘とか持ってなくてこのまま悲しみに埋もれそうわがままな粉雪空を舞って心に積もるように今一人きりになる待ちぼうけをしたって構わないわそう思ったのに久しぶりにカラオケしたからめっちゃ緊張しました初めて歌いました中外時クリスマスライブでも自分は出てないんですよねでもすごい聴いてて好きになっちゃったから歌ってみたよーん痛い？あ、なんかベロが痛いですベロが痛いのとなんかここにめっちゃ唾液が溜まりますあの装置の裏のとこにって感じそんな感じでもナピちゃんがさっき決勝って言ってたから決勝最後に歌いますねでも言うてもそんな時間ないよねみなまやさん、みなまやさん、中外時私もめっちゃ好きな曲ですよね、めっちゃ私もクリスマスライブで他の子がやってるの聞いてあめっちゃ素敵な曲って思って歌ってみました何歌おうかな、でもじゃあ最後に決勝歌おうとしてSTU48 ってサーブだって作るのじゃあ家が痛い痛いと歌いますねThank you.
か全然読み込めんわ。え、なんか全然読み込めない。電波悪いんですかね。どうしたんだろう。もう一回やってみよう。え、なんだろう、ずっとグイグイしちゃうんですけど、どうしたらいいの、こういう時って。なんかいつも不調よね、ディエがカラオケ配信しようとすると。あ、来た。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登れば落としてくる。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ。友は波の音、青春なんて波ばかり多くて、ふと気づけばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね。知らぬ間に無理してるんだ。どこかで両手伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまってもこの海を眺めていたい。そう僕だけが知っている、一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する。僕の友達よ。眺めるだろう防波堤に
仕掛けて、いつも問いかけているよ。愛について、夢について、生きるとは何かと答えずに、黙ってても聞いてくれるんだ。友は波の音、幸せとはどこに存在するのか、手をかざせば誰にも見えてくるよ。ありがとうございました。もうちょっと早くから始めればよかった、カラオケ。ありがとう。これあと10分だけどさ、あと残り何曲だと思う？1曲かな、2曲かな。あと1曲、2曲いけると思う？ 2 曲いけんか。ゲージしか勝たん。ちょっと今日は2曲早送りカレンダーを歌いたいから歌います。めっちゃここに溜まるんよね。だからだんだんさ、なんか変な感じになってきてしまう、言葉が。あーでもまたダウンロード中でぐるぐるしてます。なんでだろう、めっちゃ全然読み込めないんだよね。今日も不調です。いつも不調ですけど、今日も特に不調です。うん、悲しい。本当にせっかく歌いたかったのに。ちょっと待ってみますね。じゃあ、来た、来ました。ワンツースリー。太陽を急がせろ、もうロマンスが始まるよ。雨が雲が梅雨が明けたら、こっちのもの早送りカレンダー。街角のカフェのテラス、パラソルやっと開いて、待ち望んでいた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘っていたい。今年こそ二人きりで泳ごう。ノースリーブ着替えた頃に、僕が君を迎えに行くよ。さあワンツースリー。青空を連れてこい、もうもう恋の真っ最中。眩しい星のどこか蝉が鳴いたら、ためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節変わる前にすでに首痛け
んだ僕の負け早送りされんだ。紫外線じわりじわりとなんだか強くなって袖をまくかだけ肌が焼けるよ。この街を脱出したら砂浜で見つめていいかい。夕暮れがやってくるまで眠ろう。どんな水着着替えるのかな。でも誰にも見せたくないよ。 Wow wow さあ涙まだおとなしい。輝いてる必要はないぞ。燃え上がろうぜ。お好きかもう大好きかもうそんなこと聞けないよ。夏が来ればきっと言える。この先に期待して準備中。情熱は誰んだ。めっちゃずれちゃったな。さあワンツースリー。眩しい日差し木々のどこか蝉が泣いたらためらってる時間はないよ。すぐにキスしよう。君が好きだもう大好きだもうこの気持ち伝えたい。季節変わる前にすでに首だけなんだ僕の負け早送りされんだ。早送りされんだ。首だけが出てくるんですよね、歌詞にね。ありがとうございました。あと3分になっちゃったよ。あと今57分でした。読み込むの早かったらいけるけど絶対読み込むの時間かかる。よエクシーマイクみたいにして歌ってた。うん、ちょっとぐるぐるですね今日今も。ちょっとせっかく歌いたかったのにさ、決勝さ。あ、いけると思う。ちょっと歌ってみますか。じゃあyou
識。